皆さんこんにちは、美山です。今回は11月の買ってよかったものをご紹介したいと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せてあるので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。はい、ということで早速1つ目のアイテムのご紹介なんですが、それがですねこちらです。じゃじゃーん、ソニー FX30 と、あとこれですねセットで使っている F1.4 15mm の単焦点の G レンズと、ここの内蔵マイクの上についてる風切り音防止のモフモフのこの3点セットがもうめちゃくちゃお気に入りの買ってよかったものですね。でまずここのカメラ本体の部分なんですが、このカメラがですね FX30 APS-C センサーを搭載したミラーレスカメラですね。でソニーのシネマラインと呼ばれる映像制作に特化したラインの最新のカメラになってます。でここのカメラ本体部分のデザインに関してなんですけど、このデザインがですねまた武骨でめちゃめちゃかっこいい、こうちょっとダークシルバーの見た目をしているんですが、この見た目は同じシネマラインの中でもうすでに発売されている FX3 というカメラとそっくりなんですよ。多分こうやって手で持って撮影している限りではどっちを使ってるか分かんないじゃないかなってぐらいそっくりの見た目をしているんですが、中に入ってるセンサーが違うんですよね。 FX3 にはフルサイズと呼ばれるセンサーが入っていて、非常に明るく綺麗に撮ることができるセンサーが入っているんですが、この FX30 の中には APS-C センサーが入っていて、ちょっとちっちゃめサイズのセンサーなんですよ。なのでその分ですね FX3 よりお値段がお安くなってます。なんとですね FX3 今円安の影響とかもあって50万円ぐらいしてしまう上に、もう品薄でなかなか手に入らないんですけど、この FX30 であれば半額の25万円ぐらいでゲットできますし、あとまあ在庫も FX3 よりはだいぶ手に入りやすいよっていうような感じになってます。で今この撮影に使ってる α74 という私がメインで使ってるカメラがあるんですが、このカメラと全く同じ色設定をランドこの FX30 ではすることが可能なんですよね。まあそういうこともあって今回ですね、あのサブ機として、より外に気軽に持ち歩けるサブ機としてこの FX30 を購入したっていうような感じになります。で性能なんですが、やっぱりさすがソニー製っていうこともあって、オートフォーカス性能がもうめちゃくちゃいいんですよ。もう本当にストレスフリー。この α74 とかもそうなんですけど、物撮りする時とか、あと Vlog で、結構いろんなごちゃごちゃごちゃっとしたものがたくさんあるような背景を撮影する時とかでも、本当にフォーカスがここにあってほしいなっていうのをこううまく察してくれて、なんかもう相性がいいんですよね。ずっとソニーのオートフォーカスに慣れてるっていうこともあって、本当にこれサブ機として使っててもストレスがないっていうのが、個人的には結構好きなポイントの一つですね。で手ブレ補正に関しても、今出てるミラーレス一眼の動画が撮影できるカメラの中では相当手ブレ補正効く方ですね。この今撮影してる α74 とかも手ブレ補正が効くことで話題になったカメラではあるんですが、もうそれと大体同じぐらいこの FX30 も手ブレ補正効きますね。いつもアクティブ手ブレ補正をオンにして撮影しているんですが、カメラそこそこ重たくはあるんですけど、手ブレ補正のおかげで私みたいなこの腱鞘炎持ちの右手でも、だいぶ安定して撮影できるようになってるんじゃないかなとは思います。でこの本体がですね、レンズ込みバッテリー込みでズバ抜けて軽いってわけではないんですが、だいたい同じような写りとか色の設定ができた、こう同じような性能を持つフルサイズミラーレスと比べるとやっぱりですねこれ軽いんですよ。でなんで軽いかというと、 APS-C センサーを搭載しているので、 APS-C 用のちょっとちっちゃめのレンズが使えるんですよね。これが本当何よりも助かるって感じで、全体的な重量が1キロ切ったような状態で使えることが多いんですよ。特に私が使ってるこの F1.4 15mm の単焦点レンズ、本当に綺麗に映るので、普段ズームレンズ使っていて、どちらかといえばズームレンズの方に慣れてるよって方は、同じあの APS-C 用の G レンズですごく映りが綺麗な G レンズとかも用意されてるので、そちらと合わせてこの FX30 使っていただけるとだいぶですね、いい感じにあの動画カメラ生活送れるんじゃないかなと思います。で機能性もやっぱお値段に見合ってしっかり揃ってますし、あと見た目ですよね。このダークグレーのめちゃくちゃかっこいい武骨な見た目、本当にめちゃくちゃ好みなので、結構気に入ってて、そんなに不満点らしい不満点っていうのはないんですが、あえて粗探しをするとすれば、このいつも使ってる α74 と比較すると、室内のちょっと暗いところとかを撮ろうとするとちょっとだけノイズが目立つかなっていうような
感じはありますかね。まあ、なので本当に完璧な映像を撮りたいよって場合は α7-4 だったりとか、あとは暗いところに強い α7S3 とか、あと FX3 とか、フルサイズのミラーレス1眼買った方がいいかなとは思います。はい、続いてのアイテムがこちらです。じゃじゃーん、 AirPods Pro 用のケースですね。こちらが第2世代対応のケースになっているんですが、このちょっと SF チックな武骨な見た目に一目惚れして購入した形になります。これ素材がですね、耐久性のある TPU 素材で、ここの四つ角のところにそれぞれ強化バンパーがあるので、落としてしまった時であっても耐衝撃性もそこそこあるような感じの構造になってます。で、ここの正面のところにこれロック機能がついていて、ここの下の部分をポチッと押してあげることで蓋が開くっていうような感じになってます。まあ、なので一応バッグとかにぶら下げてる時もここ勝手に開かないようにはなってる感じですね。で、あと個人的なお気に入りポイントがここですね。ここのサイドのところにカラビナが付けれるようになっていて、もともと付属で別のカラビナが付くんですが、私はですね、このお気に入りのナイトアイズの S ビナーを付けて、まあ、いつもバッグに引っ掛けて使ってるっていうような感じになります。あとこれ細かいところに結構気が利いていて、この正面の LED 部分とかもちゃんと光ったら分かるようになっていますし、あとここの背面のリセットボタンとかもケース外さなくても押せるような感じになってます。で、これ第一世代用と第二世代用それぞれ用意されていて、第二世代用はですね、ちゃんとここケースの下側の部分にスピーカーがついてるんですよ。第二世代ってちゃんと、なのでここのスピーカーの部分にも穴が開いていて、まあ、充電の時とか、あとなくした時にこれ第二世代って音が鳴らせるようになってるんですけど、そういった音とかもしっかり聞こえるような構造になってます。 AirPods Pro 用のケースで言うと、じゃじゃん、こちらですね、このシュピゲンのケースも引き続きですね、やっぱかなり気に入っていて、こっちのケースは防水性能がかなり優れているんですよね。なので雨の日とかは引き続きこのシュピゲンの方のケースを使って、まあ、晴れた日とか、まあ、気分とか服装に合わせてこっちのかっこいい武骨な方のケース使ってみたいな感じで、まあ、引き続き使い分けていこうかなっていう風に思ってます。はい、続いての買ってよかったアイテムがこちらです。 iPad のこのサイドにくっつけているサードパーティー製のタッチペンになります。これがですね、ただ磁力でここにピタッとくっつけてるだけではなくて、なんと同時に充電もしてくれるっていうような、純正の Apple Pencil とほとんど変わらない機能性を持ったタッチペンになってます。この手のタッチペンって結構いろんなアイテム出てるんですけど、ホワイトの色だとこの吸着充電対応のタッチペン、スタイラスペンって結構たくさんあったんですけど、ブラックのものってなかなかなかったんですよね。で、まあそんな折にですね、この前のブラックフライデーセールの動画を出した時に、視聴者さんからブラックでもこの吸着充電対応のスタイラスペンありますよっていうことで教えていただいたのがこちらの製品になります。しかもこのペン、わかりますかね、ここの公式のウィジェットのところなんですけど、どれだけバッテリー残量が残ってるかっていうのが一目でわかるようになってるんですよ。ウィジェット対応なんですよね。この辺とかも非常に助かってます。で、こちらの純正の Apple Pencil と比べて、こっちのサードパーティー製のペンは何ができるかできないかの違いなんですが、基本的には筆圧検知機能ぐらいですかね、私が気づいたのは。テキストを書くだけ、メモをこう取るだけの場合とかだと、筆圧検知機能があると逆にこう綺麗な文字が書きにくかったりして、結構筆圧検知切っちゃう場合とかもあったりするので、まあ、メモ書き程度が多いよって方の場合は、この2万円のApple Pencil 買うよりかは、この3000円前後のサードパーティー製のペン買った方が、まあ、全体的なコスパとしてはかなりいいんじゃないかなとは思います。で、こちらのペンがですね、そんなに大きな不満点とかはないんですが、1点ですね、あえて気になるところを挙げるとすれば、ここの手の側面とかをこうディスプレイにつけた状態で文字とかを書いてると、たまに書き損じが起きることですかね。この書き損じ防止の機能、パームリジェクション機能って言うんですけど、これちゃんとパームリジェクション機能ついてるんですよ。で、大体どのサードパーティー製のペンにもパームリジェクション機能っていうのついているんですが、やっぱり純正のアップルペンシルに比べると、このサードパーティー製のペンは、まあ、これに限らずどれもですね、こうたまに書き損じ出ちゃうかなっていうような感じはありますかね。と言
っても書き損じの頻度ってそこまで大きくはないんですよね。10文字に1文字もないですね。多分30文字とか50文字に1文字出るかなぐらいの感じなので、まあ、全然これ使っていただくので問題ないんじゃないかなと思います。実際これ3000円ですし、まあ、使っててもどうしても気になるって方はもう満を持して純正アップルペンシル買うっていうのでもいいんじゃないかなと思います。で、家の中では2万円の高いアップルペンシルを使って、まあ、外とかもう万が一なくしてしまったら戻ってこない可能性がある場所とかではこのサードパーティー製のペン使ってあげるみたいな感じで使い分けるのも結構おすすめです。はい、続いての買ってよかったアイテムがこちらです。じゃじゃん、 CIO のプラグ一体型のモバイルバッテリーですね。こちらのアイテムが私なんとですね、ブラックフライデーが始まる前にうっかり購入してしまったものではあるんですが、まあ、非常に気に入っておりまして、というのもプラグ一体型になっているので、まあ、このモバイルバッテリー自体を充電する上で別途充電器が必要ないっていうのと、ここのバッテリー容量が少なくなった場合でもパススルー充電ができるので、まあ、これを直接コンセントに挿してあげて、でここからケーブルを出して充電器代わりに使えるんですよね。このモバイルバッテリーとしてはもちろん 30W の急速充電対応の充電器としても使えるっていうような、まあ、かなり便利なアイテムになってます。で、容量が1万ミリアンペアアワーですね。結構大容量になっていて、で電源プラグにつないでない状態ですね。単純にモバイルバッテリーとして使う場合でも 30W の急速充電対応っていうような感じになってます。本当に機能性がバランスよく整ったモバイルバッテリーなんじゃないかなっていう感じですね。で、 30W の急速充電だと iPhone、iPad はもちろんなんですが、 MacBook Air とかもこれで十分に充電できるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、これ1点デメリットがあって、バッテリーの残量がちょっと分かりにくいんですよ。一応ですね、ここの上部の丸ポチのボタンをポチッと押してあげると、ここ LED が光るようになっていて、この光った LED の色でどれぐらいバッテリー容量残ってるのかっていうのが分かるようになってます。例えば紫色だったら 100% から 76%、 今これ緑なんですけど、緑だったら 75% から 51%、 あともっと濃い青色になった場合は 50% から 26% で、真っ赤に光った時は 25% から 0% だよっていうような形で分かるんですが、どの色がどのぐらいの残量かっていうのがちょっと覚えられないんですよね。本当にまあ紫がほぼ満タンで、まあ、赤がかなり少なくなってるようぐらいしか私も正直覚えてないような状態なので、まあ、もしこれ次世代機が出るよってなった場合は、これ一本ラインかっこよくはあるんですけど、できればですね、ここちっちゃい丸のドットは、まあ、4つか5つぐらいにこうピピピピッと分けてもらって、そのドットの数ですね、光る数によって何パーセント残ってるのか分かるっていうような感じにしてもらえると嬉しいなっていう風にちょっと勝手に思ってたりします。ちょっとこのあたりは結構次世代機に期待かなっていうような感じですね。続いての買ってよかったものがこちらですね。じゃじゃん、エレコムのクリーナーブラシになります。こんな感じでスライドして2種類のブラシが取り出せるよっていうような、まあ、お掃除ブラシなんですけど、これがですね、じゃじゃん、これ同じくエレコムの、まあ、最強のクリーニングクロスがあるんですけど、これもう皮脂汚れもホコリ汚れも、まあ、抜群に落ちるクロスなんですけど、これをですね追加購入した時に、まあ、こっちも一緒に買いませんかってアマゾンでおすすめされたもので、もう本当に軽い気持ちで買ってみたんですが、もうこれがですね、キーボードの掃除ですね、こういうキーボードの掃除に、まあ、ドンピシャで相性がいいアイテムだったんですよ。まずこの硬い方のブラシで、これこういうキーボードとかのここの隙間ですね、この隙間のホコリとかめちゃくちゃ綺麗にかき出せるんですよ。もうこれ最近しょっちゅうこのブラシで掃除してるので、あんまりホコリが溜まってない状態なんですけど、まずはですね、この固めの方のブラシでしっかりここの隙間のホコリをかき出したら、次はですね、こっちの下の方の柔らかい方のブラシでかき出したホコリをこうシュ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 ッと取ってあげて、で仕上げにこちら同じくエレコムの、まあ、最強のクリーナークロスで皮脂汚れとかをこういう風に拭ってあげると、もう本当にキーボードピカピカの状態で使えるんですよね。でしかもですね、このブラシ
帯電防止機能入りの素材でできてるらしいんですよ。まあ、なのでこういうガジェットとかについたホコリをこのブラシでサササササッと取ってあげると静電気がこう発生しにくくなって、静電気が発生しないとこうホコリがつきにくくなるよっていうことで、もうこれさえ使っておけば本当に綺麗にガジェットを保てるよっていうような便利アイテムらしいんですよね。ちょっと静電気の有無に関してはですね、あんまりまだ実感が湧いてないというか、うん、そうなのかな、もしかしたらホコリがつきにくくなってるかもなっていうような感じなんですが、まあそもそもですね、この硬いブラシ、柔らかいブラシの組み合わせっていうのが本当ドンピシャでこのキーボードと合っているので、まあ、ぜひですね、キーボード結構汚れ落とすの大変なんだよなって思ってる方は一度このブラシ試してみていただけたらなっていうふうに思います。ただこのブラシちょっと 1点ご注意いただきたいのが、ここブラシスライド式なんですよね。でここスライドした後にカチッと止めておく力っていうのがあんまり強くないので、こう強い力でこすっちゃうとこんな感じでブラシが中に引っ込んじゃいます。まあこれ自体はここ指で押さえながらやれば全然引っ込むことがないのでいいんですけど、まあ、結構勢いに任せてこういう風にキーボード掃除してるとそのままこうガシャッとここの硬い部分がキーボードに当たってしまって、まあ、キーボードが傷ついちゃうみたいなことがあったりするので、まあ、ちょっとその点だけ注意して使っていただけたらなと思います。はい、続いての買ってよかったアイテムがこちらですね。じゃじゃん、7分割できるブロックメモになります。これがですね、この前 Vlog でちょっとご紹介した東京のみの市に行った時に買ったアイテムなんですけど、ちょっと思った以上に良くてですね、こんな感じの横長のメモなんですけど、これアップで見ると分かりますかね、こういう風にちぎれるような折り線がついているんですよ。なのでここの折り線ごとに例えば月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜みたいな感じで分けてあげて、まあ、それぞれの曜日のタスクを書き込んであげるみたいな使い方ができるようなメモ帳になってます。で、終わった日付に関してはこうやって折り込んであげてもいいですし、逆にですね、もう終わったんだったらいらないと思ってこの折り線に合わせてちぎってもう捨てちゃうみたいなこともできるような感じになってます。タスク管理にかなり便利に使えるメモ帳なんですよね。しかもこのメモ帳横長サイズなので、こんな感じでキーボードの、まあ、手前に置いてあげたりとか、逆にこの奥側に置いてあげたりとかして、デスクの上で結構場所を取らないで済むんですよね。作業してる最中とかもすぐパッとここで今日のタスクなんだっけっていうのがチェックすることができるようになりますし、まあ、逆にここの手前側に置いておけば、まあ、ペンこういう風に近くに置いておくだけで、まあ、すぐメモを取りたいことを作業中に合間合間にメモ取ってみたいなこともしやすいので、デスク周りに気軽にメモ帳を置いておきたいなみたいな方にも、まあ、非常におすすめのアイテムになってます。で、私これ東京のみの市で買いはしたんですが、 Amazon とか楽天とかでも全然普通に購入できるんですよ。まあ、なので気になったなって方はぜひですね、概要欄の方に URL 貼っておくのでチェックしていただけたらなっていう風に思います。続いて紹介するアイテムが2023年用の手帳ですね。こちら緑のダブルスケジュール手帳とこの元素手帳、どっちもめちゃくちゃ良くて、2023年も引き続き2つの手帳ダブル使いでいこうかなっていう風に思ってます。で、まずですね、こちら緑のダブルスケジュール手帳の方からご紹介しようかなと思います。こちらの手帳がですね、何がダブルスケジュールなのかというと、まずこれ王道のマンスリーページですね。1日ごとにブロックで分かれたマンスリーページと同じくですね、同じ月のプロジェクトが管理しやすいガントチャートが入れられるページのこの2つがセットになったダブルスケジュール手帳になってます。で、このガントチャートのページがプロジェクトごとにですね、複数のスケジュールっていうのを管理できるようになっていて、まあ私の場合はこの月ごとの YouTube の動画制作のスケジュール管理に使おうかなって思って、こんな感じで10月11月と使ってみたっていうような感じですね。マンスリーページだけでこと足りるんじゃないかって思ったんですけど、全部が全部このマンスリーページに書き込んじゃうと本当になんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。情報がパンパンになってしまうので、やるべきことタスクとか、まあ、どんな項目をその時に予定しているのかっていうことだけこのマンスリーページに書いておいて、でガントチャートの方で
まあ、それぞれのタスクっていうのがどれだけの人数かかってるのかっていうのを管理してみようと思ってやってみたんですけど、これがですね、まあ、思った以上に私の頭とこうピタッと合致してくれて、まあ、非常に分かりやすいですし、あ、今までこういうスケジュールの立て方は無理してたんだなっていうのがパッと一目で分かるようになってきたので、この手帳に関しては結構スケジュール管理がパンパンになっちゃって、なんか頭も体もいっぱいいっぱいになって体調崩しちゃうみたいな方とかにぜひおすすめしたいですね。で、このダブルスケジュール帳、結構細かいところにいい感じの気遣いができていて、ここサイドにこのグレーの部分と赤色の部分があると思うんですけど、この赤の部分をこういう風に指で押さえた状態でページめくりをしてあげると、必ずこのマンスリーページがこういう風に表示されるようになってるんですよ。で、逆にここのグレーのところに手をこうやって添えてページめくりしてあげると、ちゃんとガントチャートのページだけ出てくるような感じで工夫されてたりとかして、痒いところに手が届くような構造になってるんですよね。このあたりとかも非常に気に入ってます。じゃじゃん。続いてがこちら元素手帳なんですが、もうこれはですね、機能性云々ではなく、この見た目が本当に可愛すぎて、もう一目惚れして購入してしまったアイテムになります。で、この手帳なんで元素手帳かというと、なんとですね、元素記号をコンセプトに作られた手帳なんですよ。まあ、なのでこんな感じで元素周期表が載っていたりとか、あとはですね、それぞれのページにこんな感じで元素とかに関する、まあ、科学的な豆知識が載っていたりとかするような感じの可愛い手帳になってます。で、個人的に、あ、いいなと思ったのが、これ中身がですね、ほぼほぼフルカラーでできてるんですよ。このあたりの印刷されてる写真とかもちゃんとフルカラーで印刷されてますし、やっぱカラーだとこの辺の土日の表記とかすっごい分かりやすいんですよね。まあ、その辺もいいなって思って購入したアイテムになってます。で、中の構成に関しては元素周期表と、まあ、2023年と2024年の、まあ、日付がバーッと一覧で見れるページと、こちらが2023年の年間スケジュール計画表ですね。で、一応2024年のバージョンもついていて、で、あとはマンスリーページですね。月曜始まりのページが一応12ヶ月分ついてるよっていうのと、あとそれぞれの月ごとにウィークリーのページと、あと隣にフリースペースっていうような感じの構成になってます。スケジュール帳としても案外ですね、基本的な機能っていうのが揃っていて使いやすそうだなっていうのがあるので、私はこちらの方にはプライベートな予定ですね、まあ、どの映画をいつ見に行くとか、そういう楽しい予定っていうのを書き込むように使おうかなっていうふうに思ってます。はい、続いての買ってよかったものが食品系なんですが、それがこちらです。じゃじゃーん。ボブズレッドミルのオートミールですね。私ちゃんとオートミールを食べたのがこれが初めてだったんですが、思った以上に美味しくてびっくりしました。まずすごいもちもちなんですよね。特にこのボブスレッドミルのオートミールシリーズって SNS とかでも割と評判良さげで、オートミールの中でもかなり美味しい部類らしいんですけど、いや、もう本当にこれにして大正解でした。納豆とかネギとか白米と一緒に食べるようなおかずあるじゃないですか。あれとかともすっごい相性がいいんですよ。本当に美味しくて、でさらにですね、すごいのがこれ水をかけて2分ちょっとチンするだけでもう本当にすぐ食べられるんですよ。まあ、なのでもうお腹空きすぎてもう疲れててお米炊く気力がないみたいな時とかも、もうこれだとすぐ作れるので、まあ、その点でもですね、非常に重宝しています。で、さらに嬉しいのが、お米とかパンとかよりもこれ食物繊維結構豊富なんですよね。で、そのおかげかめちゃくちゃ腹持ちが良くて、もう私の場合は 30g ぐらいでお腹いっぱいになっちゃいます。あ、もうおかわりとかいいやっていうような気持ちになれるので、ちょっとカロリー抑えたいなみたいな時にも非常におすすめですね。で、私今回これグルテンフリーのタイプを Amazon のブラックフライデーセールで購入したんですけど、もうあまりにも気に入りすぎてちょっと予備すぐ買っておきたいなっていうのがあったので、アイハーブがまあ割と安く買える時期とかがあったりしたので、これはアイハーブで追加購入したやつですね。結構時期によって Amazon が安かったりアイハーブが安かったりみたいな感じで変動するので、まあこのあたりはまあお好みとかに合わせて好きな場所で買っていただけたらなと思います。あの、本当に美味しくてヘルシーなので、ぜひですね、ちょっと気になってたんだなって方は一度試してみていただけたらなと思います。はい、続いてが11月の買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回はこちらです。11月25日に発売された海辺のストーブ大白子ガニ短編集ですね。
これがツイッターで見かけて買った漫画だったんですが、もうめっちゃ良かったんですよ。なんかちょっと不思議な感じなんですけど、悲しみとか怒りとか悔しさみたいなこうネガティブな感情とすごい真摯に向き合った漫画なんですよ。でそういう作品って結構重たくなったりとかして読むのがしんどくなっちゃったりするものが多いんですが、こちらのですね、海辺のストーブはこう読んでいてこう不思議とあったかい気持ちになるというか、なんかこう疲れた気持ちが癒されていくような短編集なんですよ。でところどころどのエピソードにもちょっとファンタジックな演出っていうのがちょこちょこ挟まれているんですけど、こう登場人物とかの言動とかあと感情の動きみたいなのにはすごくリアリティがあって読みやすいんですよね。でそれでいてこうスッて心にこう染みてくるような感じで、私この漫画読み始めたのがちょうど電車の中だったんですけど、この表題作の海辺のストーブがですね、もう本当に温かくて素敵なエピソードすぎて電車の中だったのに読んでて泣いちゃったんですよ。もう本当にそれぐらいいい作品でした。で短編集なので時間がある時に1エピソードごとにこうさささっと読めたりもしますので、気になった方はぜひ一度チェックしていただけたらなと思います。でちなみにですね、今回紹介しきれなかった11月に読んでよかった漫画はミーセルというサービスにまとめておりまして、概要欄にそのミーセルの URL 貼っておくので、気になるなって方はぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今回は11月の買ってよかったものをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういった買ってよかったものとか、あと身の回りのものとかいろいろ紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。